SYK 代表の北野です。今回はですね、 LINE アットでまず最初にするべき友達追加時の挨拶文の作成方法というテーマでお届けをしていきます。これから LINE アットを使って集客をしていきたい、これから LINE アットを使ってマーケティングで爆発的に集客、そして売上アップを狙っていきたいというですね、起業家経営者の方はですね、この動画を見ることによって、まず LINE アットのね、この挨拶文というのは実はあるんですけども、その1通目にですね、お客様があなたの LINE アットに登録した時に1通目に流れる文章をどういう風にして作成していけばいいのか、これね、非常に重要な部分っていうのを解説していきます。そしてですね、この LINE アットの第1通目のメッセージっていうのは、実はめちゃめちゃ重要でしてですね、これドラマとかでもそうだと思うんですけど、第1話の、話が面白くなかったら、多分第2話の来週のドラマまた見ようってならないと思うんですよね。ね、スターウォーズとかも1話が面白くなかったら続編って見ようってならないと一緒で、やっぱり第1話っていうのが一番重要で、ここでいかに興味付けをして、そしていかにですね、お客さんに興味を持って、あ、この人の LINE アットもっと読みたいな、毎日をもう、配信が来たらまた開封したいなと思ってもらえるような配信を作るのかっていうのはめちゃめちゃ重要なので、ぜひ皆さんこれね押さえてください。ということで、そもそもなんですけど、まあ、弊社 SYK ですね、まあ、実際うち創業1年目でですね、まあ、大体年商で1億円と、で、まあ、2期目で年商3億円、まあ、月商で言うとね、まあ、3000万から4000万ぐらいっていうところを推移して、ね、売上を上げてるわけなんですけど、うちはもうメルマガ使わずに全て LINE で売上を上げてる会社です。で、実際にですね、うちのまあクライアントさんとかでもですね、まあ、コーチコンサル系のビジネスをされている方で、まあ、月に70人100人 SNS から無料で集客して、月商で、まあ、初月から140万の売上だったりとか、まあ、あとはね、まあ、コーチングビジネスで、まあ、月100万から300万の安定した売上であったりとか、まあ、それこそですね、実際に SNS とこの LINE をうまく組み合わせることによって、まあ、実際月商で500万から1000万をね、達成されている、まあ、コンサルタントの方であったりとか、あとは治療家さんであったりとか、まあ、そういう方もね、たくさん輩出している中で、実際うちがですね、この LINE アット1リストあたりのですね、経済価値というのを実際に算出したデータがあります。まあ、これ皆さんですね、まあ、LINE アットに1人ですね、お友達が登録してくれたらですね、その1人の友達がどれぐらいの売上が上がる見込みがありますかっていうですね、指標を出した計算式があるんですね。で、これ、どういうふうなですね、ぐらいの価値があるのかっていうのを簡単に言うと、これ皆さん覚えててほしいんですけども、1リストあたり、まあ、1人 LINE アットに入ってきたら、およそ1万円から2万円ぐらいの売上がある見込みがあります。で、これはもちろんですね、もう当たり前ですけど、業種によって異なります。あくまでこのデータっていうのは、いわゆるコーチコンサルタントビジネスであったりとか、コーチングであったりとか、そういったま、クライアントを獲得して契約を取るっていう。で、ある程度単価がですね、まあ、20万から30万以上の商品を販売しているとの場合であれば、まあ、大体 LINE アット1リストあたりの経済効果が1万円から2万円ぐらいの価値があるということになります。なので、言い換えるとですね、LINE アットにリスト100人集めれば100万円という売上、これは十分上がることが可能ですということになるんですね。まあ、僕自身が昔フリーランスで心理コーチやってた時っていうのも、実際ですね、たった300リストで売上800万。これぐらいいくんです。LINE だったら。っていうぐらいですね、このメルマガにはできないこの LINE アットを使ったこの速攻性のあるマーケティング。これね、威力ってね、分かっていただけたんじゃないかなと思うんですけど、じゃあそもそもこの LINE をじゃあ早速使っていきたいよと。で、まずね、初期設定というのはすごい重要なんですね。これはまず焦らずに皆さん聞いてほしいんですけど、すごい重要です。で、やっぱり LINE アットっていうのはですね、難しいスキルってのはやっぱ必要なくてですね、よくあるメルマガである長文のね、コピーライティングのスキルだったりとか、おしゃれな LP 作るデザインスキルだったりとか、ホームページとか LP ないといけないんじゃないの。こういうような結論から言うと、まあ、なくても全然いけます。まあもちろん LP だけあったらね、あるにこうしたことはないんですが、まあ、LP なくても全然集客できますと。で、やっぱりね、具体的にどういう風な配信をしていけば売れるのかっていうのもね、このチャンネルではぜひね、配信を日々しておりますので、ぜひね、チャンネル登録もお願いしておいてほしいんですが、LINE アットまず配信っていうのはですね、どれぐらい時間かかったとしてもですね、1日まあ10分から20分以内で、十分作成可能な、ものとなっておりますので、まあ、もし今 LINE の配信でね、まあ、1日30分以上作るのにかかってるよっていう場合は、それかけすぎです。まあ、それはちゃんとですね、うちのタクスとかで教えているそういったテンプレートがあるんですね。その実践エッセンスマーケティング業界ナンバーの我々がお伝えしているこのタクスのテンプレート、これをしっかりと使っていくことで、10分15分ぐらいですね、こう LINE の配信とのしっかり作成することが可能ですと。で、まずね、このマーケティングの次に全体像ってところを見ていきたいと思うんですけども、マーケティングの全体像っていうのはまず3ステップですと。まずメディアで認知拡大していきます。まあ、いわゆる今あったインスタとか、まあ、ツイッター、フェイスブックとか、そういった SNS でまずお客さんに自分の存在知ってもらう。で、そこからもっと知りたいなと思ってもらって LINE アットに入ってきてもらう。で、 LINE っていうのはどっちかっていうとそのクローズなコミュニケーションですと。まあ、ちなみにちょっとね、LINE と LINE アットの違い説明しておきますけども、LINE っていうのは、いわゆるお友達とかですね、まあ、ご家族とやり取りする LINE。あれとはまた別であります。この LINE アットっていうのは、まあ、公式 LINE アカウントって言ったりもしますけども、いわゆる、ビジネス版のメルマガです。まあ、いわゆるメルマガの LINE 版って言って、まあ、自分の見込み客全員に一斉にメッセージを送れる、そんな便利なツールなんですね。で、この LINE アットに登録してもらうと。で、その登録してくれた読者の方にはですね、あなたから一方的に一斉にメッセージを送ることができるわけですね。で、もちろんそこから1対1のやり取りっていうのも実はいろいろ機能でできたりするんですが、で、そこから LINE アットとか来店とか販売とか契約
もしくは EC の販売とかにつなげていくことが可能であると。まあ、そういう流れになっておりますと。でね、じゃあ LINE アットの役割って何かっていう一言で言うと、お客様にですね、あなたであったりとか、あなたの商品の価値っていうのをバシッと伝えることなんですよ。よく商品が売れません、売り上げが上がれません。その理由はたった一つで、お客さんっていうのはあなたであったりとか、あなたの商品っていうのを信用してないんですよ。で、さらに言うと、あなたとかあなたの商品の価値っていうのを知らないんですよ。だから売れないわけなんですよね。で、まあ、これは当たり前ですけども、例えばドモホールニンクルとか世の中にいろんな健康商材とかもたくさんあると思うんですね。美容系とかも。で、高くても売れるもんってあるじゃないですか。コスメとかでも。なんで売れてるのかっていうと、それを使うことでこれぐらいの、美肌効果があって、で、ちょっと高いけど、それぐらい出したとしても、長期的に見たら費用対効果で言っても、お肌のためにいいよねとか、健康のリスクを抑えられるよねとか、だから高額でもね、あんな何十万もする健康食品とかバンバン売れてたりとか、まあ、するわけですよ。まあ、通販系だけじゃなくて、これはコンサルティングのサービスもそうだし、コーチングのサービス、そして施術、エステ、治療院、脱毛サロン、全部そうなんですけども、ちゃんとですね、価値を知らせていかなきゃいけない。これはですね、やっぱり、クローズドにコミュニケーションだからこそお客さんに伝えることってあると思うんですよ。だからこそ、ね、一昔前だったらメルマガをやりましょうね。メルマガやると稼ぎますよっていう時代から、今の時代ってもうメールじゃなくて LINE の時代ですね。もうメールっていうのはもう、多くの人っていうのはもう4つぐらいアドレス持ったりしますから、そのアドレスのね、送ったところでまず見られないし、開封されないし、読まれないという問題がありますので、もうこれから LINE です。売り上げは LINE から上がってると。この LINE でしっかりとお客様のですね、購買意欲と爆発的に最短最速で高めることができるのがこの LINE の魅力ですと。で、ってなった時皆さん LINE で何をしなきゃいけないのかっていうね、まあ、話になるんですけど、いわゆる教育です。で、教育っていうのはね、勘違いしないでほしいんですけど、お客さんを洗脳して無理やり商品売ることじゃないですからね。よくね、洗脳だとかいうマーケッター言ってま、いますけども、そういうのではないです。ちゃんと見込みのお客様に自分自身の価値を教えてあげる。これをいわゆる我々は教育と定義していると。で、弊社はですね、この見込みのお客様と関係性を築き上げる。そして、あなた自身の商品に少しでも興味を持ってもらって、あなたのところにぜひ契約したいと、あなたのお店行きたいと思ってもらう。いや、もう喉から手が出るぐらいあなたの商品今すぐ買いたいんですって、今すぐ客にまで成長させてあげることができる。これが教育なんですよ。で、あくまでですね、ポンコツみたいな役に立たない商材を高額で売るためにお客さんを洗脳して売るみたいな、そういう悪徳業者世の中にありますけど、僕らはうちもね、そういったクライアントは一切取らないですし、そういうね、人にはね、ぜひこの動画見ないでほしいと思ってるんですけども、ちゃんと悪用元気でしっかりと価値あるサービスをお客さんに届けるための掛け橋として、ぜひこの教育っていうのを使っていただきたいなというふうに思いますということですね。で、やっぱり、ね、多くの人っていうのは感覚でビジネスやっちゃってる。特にこれ中小企業の経営者だったりとかそうだし、エセマーケッターとかね、まあ、集客できない集客コンサルタントの人やっぱいるわけですよね。感覚でビジネスやっちゃってると、あとは自分が天才的になんとなく感覚でやってうまくいっちゃったか、そのやり方を教えてる人がいますけども、感覚でビジネスをしてるんですよ。売上って安定するわけがないんですよね。で、僕らの場合っていうのは、ちゃんと数字に立証されたデータテンプレートを元にしてしか、根拠あるかしか言わないですから、しっかりとこの感覚でビジネスをするなって覚えておいてほしいなと思う。しっかりこの LINE の配信も全て型がありますからね、テンプレートがありますと。まあ、そういう前提で聞いてほしいんですけど、じゃあね、この LINE マーケティングで重要な、この初期設定の挨拶文。じゃあこれね、いよいよ本題ですけど、どういう風につければいいのかっていうと、すごい重要ですと。で、この1つ目ってさっきも言った通りめちゃめちゃ重要で、人っていうのは第1話が面白くなかったら2話3話見ないですよね、ドラマの。っていうのと一緒で、この1つ目がめっちゃ重要で、この挨拶文作るときにこのポイント3つあります。何かっていうと、まず1個目、簡単な挨拶文でいいんですけど、重要なのはですね、〇〇の人のための〇〇専門家ですって絶対入れてくださいということなんですね。例えば、薄毛悩んでる人のための、自宅でできる薄毛治療の専門家であったりとか、腰痛悩んでる人のための腰痛改善の専門家とか、集客、SNS に悩んでる人のため、SNS 初心者のため、企業1年目集客初心者のための SNS 集客の専門家とか、どういう悩みを持っている人のための、何の専門家なのか、この専門性を尖らせた方がいいですね。で、僕らとかだったら LINE かける SNS の実践業界ナンバーワンの、我々が教える SNS 集客の専門家ですと。まあ、専門集団です。弊社はマーケッター集団なので。っていう風にうちはやってるわけですけども。で、この LINE アットで手に入る理想の未来。これはですね、まあ、手段と目的を分離せよって話で、まず5つ目に、ま、何のかの専門家です。まあ、これ1個テンプレートですね。例えば、挨拶文なんで、皆さん、こんにちは。何々の専門家の何々です。北野です。集客専門家の北野です。で、この LINE で入る、手に入るメリットと次に書くんですよ。で、これはですね、手段と目的を分離せよって話で、このLINEを見ることによって、例えば月間100人以上集客できるようになるとか、月賞30万か50万以上稼げるようになるとか、こういった未来が手に入る、腰痛が治る、マイナス3キロ、マイナス20キロを、5ヶ月間で痩せることができるとか、こういったメリットが手に入りますので、ぜひ最後まで見てくださいっていうように、ちゃんとですね、お客さんの目的、最終ゴールっていうのをしっかりとバシッと伝えることが重要です。なのに多くの人っていうのは目的のゴールを伝えずにですね、手段だけ伝えている人が多い。例えば、よく潜在意識の専門家、心理学の専門家の人とかであれば、この LINE を見ることによって、
って正しい脳の使い方が分かるようになりますとか、正しい潜在意識の使い方が分かるようになりますという人がいるんですけど、これって別に手段であって目的ではないんですよ。潜在意識を買い換える方法とか潜在意識の扱い方が分かるっていうのは手段であって、じゃあそれをやることによって結果的に収入が上がるとか健康になるとか IQ が上がるとか、そういうところをお客さん求めているのであれば、そっちを訴求しなきゃいけないよって話ですね。腰痛が治る、売上が上がる、稼げるようになる、集客できるとか、そういうところですよ。で、最後はですね、このプレゼント URL ってことで、じゃあブログ、もしくは動画への誘導ってとこなんですけども、最後にね、一文の後で、まあ、YouTube もしくは、まあ、プレゼントに を渡すという形になります。イメージはこうです。はじめまして、SYK 代表の北野です。で、私はフリーランス個人起業家、年収1億未満の会社を経営している方で、集客ができていない方に向けてのこの SNS、主に LINE を使った SNS の内容を教えています。で、まあ、概要はそうですよね。SNS 集客の専門家ですっていうエッセンスが一応入ってますと。で、この LINE を見ることによって、月賞30、50、100万以上、年賞1000万以上。これはまあ、うちは以前やってたコンセプト。今はね、年賞1億から3億以上を目指すっていうコンセプトでうちもやってますけども、年賞1億から3億以上を目指すことができますってメリットも伝えた上で、はい。そして、3つ目のこのプレゼント URL ですね。まあ、うちの場合だったらこの集客講義動画っていうのを、リンクでプレゼントしてるんで、まあ、ここをクリックすると、動画に飛ぶようになりますということです。まあ、うちの場合はこういうステップを使ってるんで、こういうね、バナーを作ったりしてますけども、まあ、ステップの使い方に関してもね、これからバンバン動画で、アップしていきますので、まあ、楽しみにしててください。まあ、基本的にこういった流れです。これくらいシンプルにですよね。で、よく1通目のメッセージがやっぱ長すぎてもやっぱ読まれなかったりブロックされたりするので、簡潔にやっぱ開業をしっかりとしてあげる。最低でも2行は開業してあげて、読みやすくシンプルにコンパクトにしてあげて、で、ちゃんとこの3つのエッセンスが入ってるかっていうのをぜひ意識してですね、この1通目のメッセージをね、ぜひ作っていただければなというふうに思います。はい、ということで今回の動画少しの勉強になったという方はぜひ高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。またね、下の概要欄から僕と LINE でお友達になると、実践戦業界ナンバーワンの弊社を教える LINE という先生年収1億から3億以上達成するための収穫同意講義というものですね、プレゼントしておりますので、ぜひこちらもね、チェックしてみていただければと思います。それではね、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。